はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。ミケタンをあくびでございますね。はい。えーとですね。まあ、ミケタンのね、片方の、えー、上の葉はあ取れてます。はい、もう取れました。はい、えー。猫はね、こうやってあの、スポンって抜けちゃうみたいですね。 はい、えー、もうかなり前から撮れてるんですけどお、気がついた方がなんかコメントいただいたので、はい、撮れてます。はい。まあ、こういう感じで、えー、お、年を取るとね、猫というのは一本ずつね、えー、歯が抜けてくんですよ。はい。えー、痛くもなく抜けてくみたいですね、どうやら。はい。なんかグぐらぐらして気持ちは悪いみたいですけど、はい。えー、なんというかね、えー、毎日、 はい。毎日です。これ。はい。えー、またありました。トラックの突っ込みニュースです。はい。えー、昨日のね、えー、昨日出ていた突っ込みニュースは、若い方が運転していたんですけど、今回のはあ、お年寄りの運転です。なので、年寄りだけっていうわけじゃないみたいですね。えー、突っ込むの。 はい。えー、お、お店にね、車が突っ込んじゃうっていうのは、若い人から年寄りまで、いろいろな方が突っ込んでおります。はい。えー、今回はお年寄りの方がね、お店にね、えー、これ、ご飯を食べに行こうと思って、まあ、あの、中華料理屋さんにね、まあ、餃子でも食べたかったんでしょうね。はい。えー、まあ、あの、お店の駐車場にね、止めようとして、間違って、 で、アクセルとブレーキを間違って踏んじゃって、突っ込んじゃいました。はい。で、えー、あのー、一応ね、お店の方とかお客さんですね。まあ、お,お昼時だったんですよね。えー、お客さんには怪我がなかったっていうことなんですけど、お店が散々なことになってますね。<laughs> はい。えー、まあ、あのー、そういうことです。毎日あります。こういうことが。 おかしくないですかこれ。もう、アボンボン増えすぎて、もうねえ、気軽に外食もできなくなりますよね、これね。はい。アボンボンが増えすぎて、外食ができなくなりますよ、ということでございます。あー、あーですね。はい、えー。しかもね、これ、あの、事故を起こしてるの、年寄りばかりじゃないんで、はい。年寄りの認知症っていうわけでもないんですよ。 あの、若い人もね、あ、ボンボンでね、あのー、最近は、あ、ね、突っ込む方多いですから、あと、引き逃げしてね、えー、これも若い方でしたよね、おとといかな、あ、引き逃げして、まあ、二人ぐらいね、引いてね、えー、人を引いたとは思わなかった、みたいなこと言ってるんですよ。まあ、すっとすっとぼけてますよね。でも、これ本気だと思いますよ、多分。 で、そう思ってるんだと思いますよっていうか分かんないんでしょうね。はい。もう感覚が分かんなくなっちゃってるんでしょうね。はい。こういう人たちが、ああ、そこら辺を車で運転しているということです。言いたいこと分かりますよね。本当に気をつけないといけなくなりました。はい。本気で気をつけてください、皆さん。冗談じゃないですから、これ。巻き込まれたら、 本当にね、えー、命の無駄ですからね。はい。巻き込まれたら困りますよ。なので、これ本当にね、自分で自衛して、注意して生活しないといけなくなってきたということです。もうほとんど毎日ですよ、これ。多分ね、小さな事故は、 あ結構報道されないのかもしれません。こういうふうにね、大きく店が壊れたとかね、はい、え何人も犠牲になったとかね、ひき逃げとかでね、ひき逃げっていうわけではないんでしょうけど、当て逃げぐらいなんでしょうけど、えー、まあこういったね、えー、ケースですね、報道されるケースは結構ね、損傷がひどかったりするんですよ。なので損傷がね、ちょっとガラスが壊れたぐらいのね、 あの、突っ込み事故は、まあ、あのー、報道されないのかもしれませんよ。はい。なんで、え実質的には結構な数起きてると思いますよ。そういうことです。もう頭おかしくなってますねえ。そういう人が運転しているんだっていうことを肝に銘じてください。大部分が。 はい。ネジ取れちゃってます。頭のネジが。で、えー、まあ、事故を起こした人もね、ぼーっとしてたとかね、えー、まあ、あおととかな。一昨日い執行してた人は、ぼーっとしてわからなかったって言ってるんですよ。はい。そういう人が運転してますからね。はい。えー、まあ、これ原因言わなくてもわかりますよね。まあ、頭に来ちゃってますも。脳の方に来ちゃってます。はい。えー、そういうことでございますんで、 まあね、えー、嫌な話ですけど、えー、まあ、1割方は違うと思うんですけど1割ぐらいの方はね、まともなんですけど、まあ、それ以外の人々はね、まあ、見たらあ、人を見たらね、えー、ちょっと気をつけた方がいいですね。はい。えー、警戒心マックスで、はい。えー、いろいろとね、ことに当たりましょうということでね。はい。 まあ、話は関係ないんですけど、おオレオレ詐欺みたいなのも結構あるんでね。はい。えー、しかもバカな間違いして発覚したりするんですよ。まあ、昨日ね、ちょっとニュースでやってたんですけど、話飛んじゃうんですけどね、えー、その銀行をね、えー、偽ってね、 えー、詐欺をしようとしてたら、その銀行の何々支店という視点っていう漢字を間違えたとかね、バカなことで発覚するんですよ。はい。えー、まあね、えー、こういったアボンボンが詐欺とかやってますんでね、これも気をつけないといけないですね。はい。えー、ついでに言っときました。はい。えー、まあ本当にね、えー、車は、車は本当に気をつけないといけないですよ、皆さん。 はい。こうやっていつ突っ込んで来られるかわかんないんで、信号待ちの時もね、えー、なるべく歩道の方にね、えー、寄っておきましょう。はい。えー、本当に気をつけないといけない時代になってきましたね。はい。毎日です。毎日。はい。えー、今日もまた。 明日もまたって感じでしょうね。それではこちらの記事貼っておきますので皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。い。どうですかどうですかみけた。このお手っててあらかわいいですね。キューってしてますね。キューってあらころんですね。はーい。